そもそも俺は愛だの恋だの深く考える脳構造になってないんだよ。でも女から優しくされれば嬉しいもんで、その時間がずっと続けば最高だよなって、それが恋だと思ってたんだ。それがだ、そこへ何を考えているかわからない明らかに面倒くさそうなやつが現れて、不覚にもそいつのことが そいつのことが かわいいと思っちまったって気づいたから、俺はここにいるんだと思う。つまりこれまでのことは俺の勘違いだ。いや、今だって勘違いかもしれん。それで何が言いたいの？だから俺は多分お前のことが好きだ。ボス、来たぞ。35点。今の告白やり直しを要求する。むちゃ言うな。やり直しったらやり直し。できるわけねえだろ。